6月24日に迫ったアンダー65キロ世界最強決定トーナメント1回戦第1試合、世界の頂を目指す日本代表、山崎秀明。やっぱり KO がやっぱり花やと思うんで、そこにはこだわってます。対するのは東欧モルドバの強豪スタニスラブ・レニタとの